はい、開けていきます。これか、この大きさです。これが、はい、で回ってよいしょ、はい、出ました。こんな感じなんだ、はい、これをあとこれをセットあら、ケーブル類も、あ、これ電源コード、電源コードは使う。他の端子もあるけど、多分これ使わない。これも使わない。オーディオケーブルは使うかも。はい、これで、とりあえずこれ出来上がりました。このペリペリワバンドで、ね、設置していきたいと思います。はい、それでは設置していきます。結構場所取りますけど、いやどうなんだろう、31インチぐらいでよかったかな。もう一サイズ大きくてもよかったかな。これかデュアルディスプレイ、もともと最近は、MacBook ここに置いて、Surface ここに置いて、ちょっと変わり種、ね、ノートパソコンのツインモニターを、使ってました。なんだけど、まあ、いいのかな、これ一つで、はい。今回はこの山田電機でこんなの買ってきています。いくらだっけな、3000ぐらいだっけな。アマゾンだともうちょっと安いのあるから、はい、この裏面に HDMI があるんで、もう一回 Mac を戻します。一旦スイッチをオンちょっとしてみます。どう、一番左のボタンかな、あ、ついた、はい、つきました。シーン、はい、ちょっと Mac の今回はSurface Pro 4は外部入力、外部出力、映像出力がミニディスプレイポートなんで、
あのミニディスプレイポートってあのサンダーボルト、Mac のサンダーボルトですよね。今回はそのミニディスプレイポートを買いました。うわ、これ2メートルもなかったかな。なのでちょっと、今サーフェスないんで、後で試しますけど、Mac の、サンダーボルトから出してみます。お、出た。やった。やった。おー、これはすごい。これはすごい。いやー、初モニター。うわー、大きいな。あの、27で15人です。31人。そうなんだ。これが2万円か。1万円。ちょっと基本設定、画面明るすぎない。ちょっと僕いつも結構画面暗めに作業するのが好きなので使うので、いろいろこれから調整して使っていきたいと思います。もう一つこんなのも買いました。アイバッファローの疲れにくい快適タッチっていうキーボード。無線のキーボードも探したんだけど、ちょっと近所のヤマダ電機にタッチのしっくりくる無線キーボードも全くなかったんで、有線で、ね、買いました。それはまあこのキーボードはちょっとまあ値段の安いのもで探したのもあったんだけど、多分キーボードは後日もうちょっと気に入ったものがあればまた買います。マウスはあるんで、まあこれ Mac では使ってないから、ちょっとこれ画面が明るすぎるよ。画面どうやって暗くするの？画面が明るすぎるんで、これにつられて僕暗くなってます。あ、エコ。これだいぶ暗くなったかな。まだ明るい。とりあえず今エコでいいやん。音も鳴るのかな。ユーザー設定。キーボード。こんな感じの、コンパクトな薄型のやつ買いました。有線でもいいんで、これで使っていきます。よし、クラムシェルモードってなるかな。こんなのこう、あ、電源が欲しい。キーボード識別されます。なんで普段はこんな感じかな。ちょっとあんまりスタイリッシュじゃないかもだけど。こうか。あれ。こんな感じで使っていきたいと思います。はい。あ、もうだいぶ暗くてもいい感じだな。ちょっとゼロは暗すぎる。それは15で十分かな。明るさ15。よし、これでいこう。はい。ちょっとパソコンのモニターの、操作方法がまだ分かってないので、明るさとか色合いとかは調整して使っていきたいと思います。今回は A さんの27インチモニター、型番何かちょっと忘れたんだけど、まあ説明欄に。リンク貼っときますので、もしよかったらチェックしてみてください。今回はこれで、まあ、自分の作業環境、動画編集の環境をちょっと整えてみた動画でした。Mac ではそのまま、これ今多分 Surface だとこういう風な使い方で、 Mac だとどうなんかな、でも同じ使い方するのかなだと思います。はい、以上です。新年一発目、まあのんびりとやっていきますんで、またこれからよろしくお願いします。よろしかったらまたチャンネル登録をして、次の動画でお会いしましょう。あ、風邪ひいてましたんで、鼻声で申し訳ありません。しばらく数日で治ると思います。 Shh.
ろしくお願いします。